体に触ります。どうぞ。ねえベリエス、は、親愛なる魔王陛下はどんな人物なのだろうね。あ、早く会いたいな。ごちそうさまでした。あら、ゆうちゃんもう行くの？うん、帰りはいつ頃になりそう？ああ、まだタイムラグが出ちゃうんだよね。今日はケンちゃんは一緒に行かないの？うん、週明けに実力テストがあるらしいから。進学校も大変だよ。まあまあ寂しいわ。ユーリ、お前は大丈夫なのか？何がだよ、勝利。お兄ちゃんと呼べ。お前は確かに新魔国の魔王だが、こちらではただの高校生だ。だからなんだよ。この間の世界史のテスト、赤点だったろ。国民のためにも少しは真面目に勉強しろ。バカな王に統治されるほど不幸なものはないぞ。うん、なんなら俺がみっちりと教え。あ、俺今急いでるから後で。私はまだ終わってないぞ。待て、ユーリ、ユーリに、ユーちゃん。勝利ってば、お袋なんかよりよっぽど口うるさいんだから。勝利は陛下を心配しているんですよ。そうかな。いくつになっても弟というものは可愛いもんなんです。ん、たとえ80歳を超えちゃってる弟でも？ええ、もちろん。ほら、しっかりしろ、ボルフラム。僕だって好きで酔ってるわけじゃん。おう、こちらでしたか、陛下。お待ちください、陛下。旅の間も勉強はきちんとしていただかなくては。魔王たるもの、学ぶべきことはまだまだたくさんあるのですから。そのお言葉、どこかで聞いたような。は？ああ、見えた！陛下、ごまかそうと。コナト、あれ。はい、カロリアの大地です。フリーさん。ボルフラム、フリーさんだ。ベーカーも一緒だよ。フリーさん。あのな、ユーリ、お前は卑しくも新魔法の。みんな、うん、よかった。すっかり復興したみたいで。ここまで来られたのもあなたと新魔国のおかげです。カロリアの民を代表してお礼を言います。ありがとう、ユーリ。いや、カロリアのみんなが頑張ったからだよ。それでね、カロリアからのお礼として用意したものがあるの。え？温泉宿に招待か。何でも知る人ぞ知る秘境の温泉とか。ふん、温泉なら新魔国にもあるだろうが。分かってないな。温泉には知らない人たちとの魂の交流とか、いろいろな発見がある。陛下との裸のお付き合い。陛下、陛下。うわー、キュタジルが。こっちを向くな。全速で突っ走れ。
のことも少しは考えろ。何者だ？一体何だったの？わかりません。かなりの使い手のようでしたが。まさか、ユーリを狙った暗殺者では？それはないな。なぜだ？あまりにもあっさりと引き上げすぎる。本当に陛下を狙っているのなら、もっと我々に近づいてから襲ってもよかったはず。山賊の類か。山賊？物騒だな。フリンさんに報告しておいた方がいい。白鳩便を送っておきましょう。さ、とにかく宿へ入りましょう。へかと、へかと花がな、はしきはい。ギュンターがこうなるのはいつものことだけど。へかと、気持ち悪い。なんでボルフランまで？まさか馬車にも酔った？原因はこれですね。温泉です。え？ここの温泉には宝石が使われてるらしいですね。癒しの効果があるとか。宝石の岩風呂か。そりゃ魔族にはきついわ。ギュンターもボルフラムも魔力が強い分、宝力に当てられますからね。かわいそうに。じゃあ代わりに、このグリエちゃんがご一緒してもいいかしら。ヨザック、どうしてここに？ここの温泉がお肌にいいって聞いたので、ぜひ入らなくっちゃと。グエンダルの命令か、ヨザック。まあね、陛下の来られるところは調べておかないと。小シマロンの情報収集も兼ねてね。グエンダルも心配性だな。あっち。そういえば、小島論の王ってどんな人？今の小島論王は2年前、若干15歳で即位したサラレギー陛下です。え？そんなに若いの？年は若いですが、なかなかの人物のようですよ。あ、ここだ。あ、コンラッド？すいません。石鹸を忘れてきたようです。すぐ取ってきます。陛下、先に行ってるね。